I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. おはようございます、サトルです。今日は夏の朝、癒されるヨガを行っていきます。朝ヨガをするとすごく癒されます。今日はセミの声でヨガをして癒されてみませんか。途中風鈴の音を入れます。ヨガは1回だけ行うこともすごくいいんですけれども、習慣にして少しずつをコンスタントに行うことで体も心も整っていきます。毎日同じヨガを行っても構いませんし、少し気分を変えたいときは今日のようにセミの声を聞いてみたり、風鈴の音を聞いてみたり、ちょっと思考を変えると気持ちも新鮮になって、またヨガが続きやすいんじゃないかと思います。個人的に夏セミの声でヨガするのは僕は大好きです。じゃあ今日は短時間で全身まんべんなくストレッチがかかるようなヨガを行っていきます。ヨガこれから習慣にしていきたい人はチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。じゃあ最初座ります。あぐらで、足重ねないあぐら、安楽座と言います。手は楽なとこ置いて、目は薄めか閉じるか、しばらく呼吸します。呼吸鼻から吸って、鼻から吐いて、何度か呼吸して繰り返してみます。呼吸によって胸がよく動きます。これ胸のストレッチです。胸周りの肋骨も胸も、胸内側からストレッチかけるのが自分にしかできないです。よし、じゃあ今度両足伸ばして、右足曲げて、僕逆やります。これ鏡だと思って、曲げた右足を伸ばした足クロスさせて、伸ばした足は右のお尻の横に置いて、辛くない人、お尻両方ついて辛くない人はこのまま、辛い人は伸ばしておきます。これ無理しないでね。上の手と足が逆で、握ってお尻の後ろ、吸う息で背筋が伸びて、上の膝抱え込んどいて、吐く息で背骨右ツイスト、二臓内の裏を意識してツイスト、右肩頭目の玉最後で呼吸します。横から見たらこんな感じ、上の膝抱え込む、お尻ストレッチ、背骨ツイスト、内臓もちょっとこう刺激がかかります。よじれる感覚、もう一呼吸、深く吸ったら吐く息ゆっくり正面戻って、今度逆いきます。両足伸ばして、今度左足をクロスさせて、伸ばした足はいける人はお尻の横で、これ曲げちゃうと辛い人は伸ばしといて、右手手と足が逆ね、左手後ろ、吸う息で後ろの手でマットをして、背筋伸ばして上の膝引き寄せといて、吐く息左ツイスト、左肩頭目の玉最後、みぞおちの裏を意識してねじると腰が辛くないです。呼吸はよく吐いてよく吸います。この呼吸をよく聞いておきます。ヨガ呼吸がすごく大事。お尻ストレッチ、足の付け根も刺激されて、背骨もツイスト、内臓にも血液が巡ります。じゃあもう一呼吸、深く吸ったら吐く息正面戻って、じゃあ安楽座戻って2、3呼吸置きます。鼻から吸って、鼻から吐きます。次吸う息、右手が天井、体の右側が背伸び、吐く息側屈して、背骨カーブ、体側伸びて呼吸する。深い呼吸と体側の伸び、脇の下の伸び、吐き切ったら
吸う息、体を起こして指先天井、吐く息で降りてきて、今度逆ね、吸う息で左手が天井伸びて、吐く息で右側屈、2、3呼吸、深い呼吸。その音はどんな音ですか？吐き切ったら吸う息、体を起こして吐く息降りてきて、もう一回ずつ吸って右手天井、吐く息側屈、呼吸のリズム、吸う息天井戻って、吐く息降りてきて、深い呼吸とともに動いてみて、吸って左手天井、吐く息側屈、吐いた人は吸ってまた体を起こしてきて、指先天井伸びて吐く息で降りてきます。降りてきたら長い一呼吸、四つん這いになります。骨盤の下に膝、肩の下に手のひら、深い呼吸のリズム、そのまんま。自分の深い呼吸はどんなリズムですか？鼻から吸って、鼻から吐いて、吸うタイミングで背骨反らして目線が上。じゃあ止めます。痛いほど頑張らないで。ヨガ、鏡がないです。鏡がないけど、自分の背骨が今どんな形か感じてみてください。限界超える必要はないです。次、吸い切った人、吐く息で丸めておへそ見ます。まん丸まん丸。じゃあ止めます。背骨まん丸、腰もまん丸。深い呼吸、吐き切った人、吸う息背骨反らして目線が上。吐く息丸めます。じゃあ呼吸のリズム、深い呼吸のさっきまでと同じリズム、そのリズムで背骨がしなやかに動き出します。背骨にストレッチがかかるのと、深い呼吸してることが必ず同時。呼吸と体どっちも感じて、背骨がニュートラルで動き止めて、お尻かかとついたら、そこから大きな丸描いて、遠く通って、遠く通って、足の付け根をよく動かします。股関節、足の付け根があったかく感じると思いますが、それ気のせいではなくて本当にあったかいです。じゃあ逆回し、なんであったかいんでしょうか？答えは血液です。血液があったかいのは当たり前です。自分には体温があります。動き止めて四つん這い。じゃあ両手、手のひら2枚分ぐらい前で、これ目安なので後で微調整してください。胸と顎つけたら、ついてみて、胸はつけなくていいです。でこれ首つらかったりしたらおでこにして、やりたいのは脇の下伸ばしながら胸も開いてる、膝も開いたり、ちょっと後ろにしたり前にしたり微調整してみて、きつすぎないとこがいいですね。子犬のポーズ、もう二呼吸。きついと痛めちゃうので、きつすぎないとこにして、その微調整はきっと、いや絶対自分でできます。深く吐き切ったら、ゆっくり体起こしてきて、お尻かかとついて、体をももに預けて、おでこマットつけて、チャイルドポーズ。両手前、両手おでこの下に入れた方が気持ちいい人はおでこの下に入れてください。腰回り、お尻がストレッチ、上体の力だらーんとすることでストレッチがかかります。ストレッチは別に、痛いのを我慢するのがストレッチではないです。脱力することでストレッチがかかります。脱力することで血液が巡ります。脱力することで必要なエネルギーが巡ります。脱力することで眉間のシワが消えます。口の口角がちょっとだけ上がります。
そしたらまた血液が巡ります。両手前ついて四つん這い、足指ついてダウンドッグ、膝裏ストレッチで、初めての人は大体真似して、膝裏ストレッチで手でマットをしたら脇の下も伸びてて、で呼吸する。で、ない人は膝曲げてください。よく吸ってよく吐く、いや、よく吐けばよく吸える同じ。次の吸う息プランクポーズで、腕立て伏せの状態、吐く息で膝と胸と顎をつきます。胸はつける人だけ、つけたらベスト。吸う息でうつ伏せになって恥骨マット刺してコブラのポーズ、反らせるやつ。吐く息でダウンドッグ、ヨガはこんな感じで呼吸とともに動きます。もう一回いこうか。吸う息でプランクになって、吐く息で伏せて、吸う息でコブラのポーズまで、吐く息でダウンドッグ、全身にストレッチがだんだんかかっていきます。次吸う息、右足両手の間、足前後、吐く息で前屈マットの前、膝曲がってもいいので両手ついて、吸って起き上がって頭の上で合掌、吐いて胸の前、二呼吸を置きます。深い呼吸の音を聞きます。合掌の親指を胸の真ん中つけてると心臓がドキドキっていうのが五感で感じれます。吐き切ったら吸う息、両手頭の上で合掌、止めます。で、呼吸は続けて、よく吐いてよく吸います。辛くなかったら目も上見て、両かかとがマット刺してて、上の手の指先がどんどん伸びていく、だけど肩だけちょっと下に引き下げて、腕はピンと伸びてる。次吸い切ったら吐く息前屈して、膝曲げていいので両手マットかすねつけます。次吸う息で右足後ろ、両手つきながら足前後にストレッチね。吐く息でさっきのダウンドッグ、膝裏ストレッチ、体が逆さま、吐き切って吸います。プランクポーズ、この辺さっきと一緒。吐く息伏せます。膝と胸と顎ついて伏せたら、吸う息コブラのポーズ、背骨全体がアーチ、吐く息でダウンドッグになって、ダウンドッグ膝裏ストレッチ。じゃあ3から5呼吸、深い呼吸すると胸にストレッチかかります。血液が巡ります。眉間のシワが消えます。深く吐いたら次の吸う息、右足両手の間、こう手を使ってもいいし勢いでもいいし、両手の間、吐く息で後ろ足揃えて前屈、吸って起きて頭の上で合掌、吐いて胸の前。これもう一回、今度逆いきます。吸って頭の上で合掌、これ太陽礼拝と言います。吐く息前屈、ヨガの定番の動き。吸う息左足後ろ、足前後に開いてストレッチ、吐く息ダウンドッグ、膝裏ストレッチ、背中もストレッチ。吸う息プランク、これ体幹、吐いて伏せる、膝胸顎ついて伏せて吐き切ってね。吸う息コブラ、吸って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 、背骨がアーチ、吐く息ダウンドッグで、じゃあ3から5呼吸、深い呼吸、その音を聞きます。その感覚を感じます。もう一呼吸、吐き切った人、吸う息左足両手の間、吐く息で前屈、きつくない前屈ね。吸って起きて頭の上で合掌、吐いて胸の前。 2,3 呼吸を置きます。少しずつ胸が開いてきます。その感覚はどんな感覚でしょうか。それを表現するのにおしゃれな言葉いらないです。難しい理屈もいらないです。吐き切ったら吸って両手頭の上合掌、吐く息前屈、吸う息右足後ろ、吐く息左足も後ろでダウンドッグ。ダウンドッグで一呼吸吸ったら
吐く息両足下ろして膝立ちになります。足の指ついて、じゃあ今からこういうラクダのポーズ入るけど、反らすのが苦手な人無理せず手を骨盤当てる、指が下で骨盤を恥骨をぐーっと前出して足の付け根ストレッチ、いける人は手がかかとからこっからこっち骨をぐっと前出して、焦らないでまだここ、ここを伸ばす、ここ伸ばす、お尻の筋肉キュッと締めて、手がかかとでも骨盤でも、深い呼吸、肛門締めながらお腹へこましながら呼吸して、で心地いい範囲で背骨全体反らせて、胸開いて目線天井かちょっと後ろで呼吸する。背骨反るというよりも足の付け根めっちゃ伸ばす、お尻キュッと締める、ラクダのポーズ。もう二呼吸、吐き切ったらおへそちょっとへこまして、お尻しゃがみ込んで両手マットついて、じゃあダウンドッグ、ちょっと腰つらかった人腰丸めていいので気持ちいいダウンドッグ、ちょっとダサくてもいいです。腰つらくなかった人は全然普通にダウンドッグね。もう一呼吸、じゃあ膝下ろしてチャイルドポーズ、体ももに預けておでこマットか手を重ねます。巡り出した血液が今ほっこりした呼吸によってより巡ります。呼吸することが心地いいです。血液が巡っていることが心地いいです。心地いいなっていうのは体の声かもしれないです。ヨガは体との会話っていうけど、そうやって聞いたら難しいけど、呼吸も聞こえてるし血液も巡ってるし、それを心地いいと感じれたら、その時体って何て言ってるんでしょうか。両手ついたらダウンドッグ、吸う息右足両手の間、後ろ膝こうついて起き上がって、じゃあ次の吸う息足の付け根ストレッチかけて、次の吸う息両手斜め後ろで両手上でパカッと向かい合わせて三日月のポーズ、深く吸ったら吐く息両手マットついてダウンドッグ、今度逆いきましょうか。吸う息左足が両手の間、こう手を使ってもいいです。後ろ膝こうついて起き上がって足の付け根ストレッチ、斜め後ろ万歳、両手空中でパカ、深い呼吸、背骨マーチ、吸い切ったら吐いて両手マットで膝浮かしたら後ろの足を前揃えてきて前屈、足ちょっと広げて膝軽く曲げてダラーンと上体をももに預けていって、辛い人は足からマット支えておいて、いける人は両肘同士を持ってもう頭の力もダラーンと抜きます。頭と腕の重さで背骨が牽引されて長くなるイメージ、いける人は両手背中の後ろで指絡めて組んで肩骨作って、腕伸ばしたらその肩骨を前の方に送って、肩周りもストレッチ、肩甲骨裏も膝裏ストレッチ、要は体の背面の緊張がどっか遠くに消えてきます。よく呼吸すれば吐くときによく出ていくから、深い呼吸してみて、どっか遠くにこわばりが消えてったら、そのこわばりがもう何だったのかさえ忘れちゃうイメージ、深く吐いたら両手ほどいてお尻もしゃがみ込んで頭上に上げて、出かけたい人はもう出かけてください。時間余裕ある人はマットに仰向けになって、手足ブラブラと動かして目を閉じたらしばらくそこにいるだけ、普通の呼吸でいるだけ、ヨガで一番大事なポーズ、何するかっていうといるだけ。
普通の呼吸。シャバーサナ続けたい人はもっと続けしばらく続けておいてください。起き上がる人は膝を立てて転がって背骨軽く丸めて胎児のポーズで、これもヨガのポーズです。このポーズで目をパチパチとすると新しい光が体に入ります。聞こえる呼吸は今の呼吸。このポーズでいたい人もここにいてください。起き上がる人は起き上がって、僕はこんな感じで、スポーツやフィットネスとはちょっと違った感覚でヨガをしています。ヨガのこと知りたい人は無料メールマガジンを発行しています。また無料で参加できるオンラインヨガのクラスを開いています。ヨガの先生にはヨガの誘導の言葉の電子書籍を無料でダウンロード可能にしてあります。詳しくは概要欄を参照してみてください。では次の動画でまたお会いしましょう。How we messed up, drifting away from each other, didn't